こんばんは、ギタリストの竹下敦史です。私がですね、左手の、フィンガリングにねすごくこだわりを持つのは、怪我をいたしまして、2年前かな、このような状態なんですが、見えるかな。もうね、もうだいぶ良くなったんですが、これはすごく大規模の手術になりまして、約1ヶ月近く入院したんですね。でその時に金魚のポンプみたいなもので血をろ過していくわけです。で、超最先端の医療なんですよね。でこの治療方法っていうのはまだ確立されていなくて、イスラエルが、開発したものだそうで、実際にそのオペレートしたお医者さんたちもちょっとごめんなさいね、飲んでるんで労力が回らなくて、うまくオペレートできないんですよ。この気圧に対して、この気圧に対して、これぐらいのね、薬を入れるとか、そういったことまでこうずっとマニュアルがあるんですけど、その実際にそのオペレートできる人たちがいなかったんです。で、私特別室に連れてかれまして、連れてっていただきまして、そこからノートパソコンを、使ってね、イスラエルの、実際のその医療チームと、メールでやり取りいたしまして、明らかにその間違ったオペレートをしてたんですね。でそのままだと、サチュレーション、飽和しちゃうわけです。そうするとその日の次の日のにそれが飽和しちゃうと、私それ死んじゃうような状況だったんですね。で緊急停止したかったんですが、お医者さんを呼んだんですが、緊急停止はする必要はないっていうふうに言われたんです。でそれをイスラエルの方の作業チームに連絡しましたところ、一つだけね、緊急停止させられるコマンドがあるから、そのコマンドを打てば安全に停止させられるっていうので、その作業工程をこう送っていただきまして、で自分でピコピコピコってこう何を3回打って、こうキーを何回打って、こうカチャカチャカチャってで 両方を持ってエンターエンターみたいなのをやると止められるんですよ。で看護婦さんを呼びまして、止まっちゃったんで、なんとかなりましたって言ったら、どうやって止めたんですかってすごいびっくり顔されまして、でね、言えないじゃないですか、直接イスラエルとそういったね、やり取りをしているっていうことを言えなかったんで、なんとなくガチャガチャってやってたら止まっちゃいましたって言ったら、真っ青な顔して、あなたそんなことしたら死んじゃいますよって言うから、いや、飽和しちゃってね、その悪い血が体の中に循環しちゃうことの方が恐ろしいことで、そこをストップさせていることの方がね、まだ
より悪い結果になることはなかったわけですよ。そういう選択をしたんですが、すごく大騒ぎになりました。で、この怪我をして以来ね、こういうねじる作業、ギターでいうところのね、クラシックギターっていうのはやはりこうなんですよ。こう、こっち側にこうねじるんです。でこの作業がね、とても辛いんです。で今でもそうなんですが、こういうふうに、これ見えないか、こういうふうに開いた時にね、角度が違うでしょ。ほら、こっちの方が平たいんですよ。で、なぜ、まあ最初の時点でね、一回クラシックギター挫折してるんですが、その時にね、結局こういうふうに手が入らないんで、こういうアルペジオの曲なんかのこういうここまでストレッチする、これがね弾けなかったんです。痛くてだったんですが、どうしても弾きたかったんですね。これはうちの亡き祖母の、あれはおつやっていうのかな、おつやで弾いた曲だったんです。でしばらく弾いてなかったんで、もうどうしても弾きたくて相当練習しました。でその頃はね、割となんて言ったらいいのかな、まあ、子供だったんでね、あんまりこう大きなアクションのある弾き方はしなかったんです。割と簡単に、ここか、っていうようなね、子供ですから、そうあんまり体で表現するようなことはなかったんですが、大人を見てて、なんでそんなにこうクワッとかクワッとかやってんのかなと思って、なんかこうカッコつけてんなと思ったんですけど、あれはそうじゃないんですよね。本当に辛いからそういう風になるんだなっていうのはその時分かりました。すごくこういう動きをするようになりました。あんまクラシックギターってこうってないんですよ。ただこういう動きってのがすごくあるんですよ。で逆に今度こっち側にはよく動くんで、なので私は、A ギターの場合はポジションがシェイクハンドっていう、日本でいうと布袋さんねみたいな、こういう、ギターをこう低い位置にこう構えて、こういうふうにこう親指を使う。
置で弾くポジションが取れるようになりました。これもまあ不幸中の幸いですね。ハンディキャップがあったからこそ、エレキギターがね弾けるようになりました。それまではねエレキギターをねこうクラシックギターのようにこう親指をね出さないように弾いていたんですが、この部分のね怪我があったことで思い切ってこう親指を出して弾いてみたところ、すごく今まですっごく苦手だったものが弾けるようになりました。ぜひね怪我のあってる人も諦めずに、そこの部分をねカバーしようと思って一生懸命練習していると、その部分がいつの間にか他の人よりも弾いてたものになっている可能性があったりもします。それでは、月曜日ですね、皆さん頑張っていきましょう。それではかっこいいギタリスト竹下敦史でした。すいません、ちょっと酔っ払ってるんで。